ほうれん草とチーズのクリーミーリップ。ほうれん草とクリームチーズを使った料理は簡単に作ることができ、多くのバリエーションがあります。本記事で紹介するレシピをぜひ参考にしてください。ほうれん草とクリームチーズの組み合わせはたくさんあります。でもその中で一品あげるとすれば、やはりクリームスピナッチでしょう。 とろけるクリームが食欲をそそり、ゲストの気を引くことでしょう。また何と言っても手軽に作れるのもいいところです。これはスピナッチディップとしても知られ、もしかするとこの呼び名の方が馴染みがあるかもしれません。美味しく仕上げるのに大切なことは、適切な量のベースとなる材料と塩、胡椒、そして新鮮なニンニクでの味付けです。 このシンプルなポイントを抑えることで美味しく、クリーミーに作り上げることができます。本記事では30分以内で作れルスピナッチディップの一般的なレシピを紹介します。材料を揃え、早速キッチンへ向かいましょう。材料、ほうれん草1パック、500G。ミルククリーム1月4日カップ50、50G。 パルメゾンチーズ1月4日カップ、50G。ニンニク23型、モッツァレラチーズ1月4日カップ、50G。調味料、塩、胡椒、お好みで、セロリ1本2実ジー。作り方、ほうれん草を鍋に入れ火をかけます。沸騰する前に塩を少々加えましょう。茹で上がったらよく水を切ります。 2種類のチーズをおろします。おろし終わったら少量別にしておきます。ほうれん草とクリームをボウルに入れハンドミキサーでよく混ぜ合わせます。にんにくとセロリを小さく切り、おろしたチーズと一緒にクリームに入れ再びよく混ぜ合わせます。お好みで塩と胡椒を加え味付けしたら、再び混ぜましょう。 別にしていたチーズをふりかければ完成です。クリームスピナッチのバリエーション。アメリカバージョンだとニンニクの量を減らし、セロリは使いません。代わりに以下のものを使います。スパイシーパプリカ少々、アーテイチョーク、マヨネーズ大さじ2、40G サワークリーム、30メートル L。 このバージョンはオーブンで焼き上げる必要があります。次に紹介するのはスペインバージョンです。これはニンニクをより効かせたもので、蒸気のものでは2、3型でしたが、これにはにダマ使い、さらにハンコかチーズも加えます。そのためより高濃度で高密度なものになります。では以下で作り方を紹介しましょう。 クリームスピナッチ、スペインバージョン。材料。ニンニク2玉、クリームチーズ2カップ半、300G、半硬化チーズ3月4日カップ、150G、新鮮なほうれん草2カップ、80G、調味料、塩、任意、新鮮なパセリ、作り方、ほうれん草を洗い、鍋に入れ茹でます。 茹で上がったら水を切り常温で冷やしましょう。ニンニクの皮をむき、小さくなりすぎないように切ります。チーズ、ほうれん草、ニンニクをボウルに入れ、ハンドミキサーでよくかき混ぜましょう。塩を少々加え、さらに混ぜます。パセリをのせて完成です。このクリームスピナッチハパンとの相性が最高です。 またその他の歯ごたえのあるものと合わせるのもいいです。甘い生地と合わせてコントラストを楽しむのも一つです。フライドポテトに合わせても抜群ですよ。